小学生だから仕方がないんだよ。前鬼切沢る秘伝の作って。ほら、あるさ。お願いします。いや、本当なりたいですよ、有名プルートフレームだったら。本当お願いします、本当にお願いします、本当に。名前は覚えてますから。有名プルにプルートフレームになっても何もないよ。ね、お願いお願い、本当にお願いします。私も撮影にまだ出たことがないのに。何もあるわけないでしょ。ね、お願いします、本当にお願いします。いや、もう少し答えて夢食うだけでも。登録すればいい問題ですか。登録すればいい問題。4人もいる、夢クルーが。あー、いいなー、しこしこちゃん。あ、ほんとだ、プロフィスに来てますね。皆さん、本物来ましたよ、このフェス。マジで、本物来たの。本物来たよ。どれですか。どうも皆さん、私、シコシコ隊のホラフキンと申します。よろしくお願いします。はい、今からコンサート会場にてシコシコ隊に入りたい方の面接を行いたいと思います。コンサート会場でいただけたら、シコシコ隊に、あのシコシコ隊に、皆さん、あのシコシコ隊に入ります。マジで嘘でしょ。はい、やばい、嘘でしょ、嘘でしょ、嘘でしょ。はい。やばいやばいやばい、信じられねえ。それでは、5分以内に来てください。5分以内に来れなかった方はもう無理ですので、5分以内、今来ましたか。あー、嘘でしょ。大丈夫ですか。ゲームクルーだわ、マジで。どうも、はじめまして。やばいやば、すげえすげえすげえ。まず、よろしくお願いします。まず、入りたい、まずこの舞台から降りてもらっていいですか。まずここまず基本的なものを守ってもらいたいので、はい、上がらないでください。見た。はい、大丈夫ですか。それでは、今からここでオーディションを兼面接を行いたいと思います。皆さん、シコシコ隊に入りたいですか。はい。元気ないな。もう一回。シコシコ隊に入りたいです。入りたいです。ちょっと俺がちょっとシコシコ入りたいですかって言ったらお願いします。じゃあ言いますよ。シコシコ隊に入りたいですか。入りたいです。入りたい。もっと。入りたいです。入りたいです。よし。じゃあまず。じゃあ一人一人面接してもらいましょうか。面接していきましょうか。じゃあ誰かトップバッター、我こそは一番最初にと、はい、いる方いませんか。いる方は舞台に上がってください。どうしたの。じゃあ一番最初に上がった人を合格にします。一番最初に舞台に上がった人を合格します。いや、今到着だったんで、ちょっとなしにします。ごめんなさい、みんなほぼ同時だったんで、ちょっとごめんなさい、ごめんなさい。じゃあ理由言いますか。理由ちょっと本当にガチだこれ。はい、有名クルーだ。はい、じゃあ降りてもらっていいですか。すいません、降りてもらっていいですか。はい、ちょっとヘリの方、ヘリちょっと避けてもらっていいですか。これヘリうるさいんで、このヘリの方、ヘリ壊しますね。あ、壊していいです、邪魔くさいんで。一番最初に壊した人合格にします。あー、今誰か分かりませんでした。じゃあちょっと俺です。グッドは壊した。あ、グッドさん、あ、グッドさん。あー、でもちょっと他のヘリも壊しちゃったんで、ちょっとあのね、あの1台だけ、赤いのだけ壊してもらいたかったんですよね。はい、じゃあ面接じゃあ行いますね。じゃあ誰か1人、はい、じゃあ俺、じゃあグッドさんから。分かりました。じゃあトップバッターで、はい、なんて言えばいいの。じゃあまず自己紹介してもらっていいですか。と、高一のグッドです。高校1年生のグッドさん。はい、
シコシコ隊に入りたい理由は何でしょうか。シコシコ隊に入りたい理由は、上乗り自慢したり、有名クルーと一緒に、はい、動画に出たりしたいんです。はい、あ、要するに自分が有名になって周りに自慢したいっていう理由ですか。はい、あと人気者とかになりたい。あ、自分も人気者になりたいと。はい、あと友達がドラキュラ始めるんで、はい、でそのために友達に有名クルーだよって、あ、有名クルーで活躍してるよっていうのを言いたいと。はい、そういうことです。そういうことですか。ふざけんじゃねえよこの野郎。はい、ちょっとちょっとちょっと殴れなかった、パッシブにしてた。なんやっと殺して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 、ちょっと爆弾やめて、爆弾やめて、ちょっと俺じゃない、俺じゃなくて、俺じゃなくて、銃で銃で。そんなそんな動機じゃダメです。わかりました。そういうね、自分が目立ちたい、自分がね、周りに自慢したい、そんな理由で、そんなね、ふざけた動機でね、シコシコ隊に入れると思ったら大間違いですよ。わかりました。はい、いや、また考えを改めて、またあの次の面接に来てください。はい、じゃあ次、いい、この何さん、タクさんでいいですか。はい、じゃあタクさんの、じゃあ面接いきたいと思います。じゃあまず自己紹介をお願いします。はい、社会人の11歳です。あ、社会人、あ、成人なさってると。はい、はい、そうです。それでシコシコ隊に入りたいんですか。入りたいです。はい、じゃあ入りたい理由を教えてください。YouTube で何回も見て、はい、もう面白すぎて何回も笑ってるんで、はい、やっぱその面白さを学びたいと。ああ、そうですか。ああ、ここでシコシコ隊に入ることによってシコシコ隊から面白さを学びたいと。そうですね、あの、ま、今はマヌシさんとか、はい、すごい面白いんで、はい、歌声とか、はい、シコシコ隊学校じゃねえんだよ、おい学ぶ場じゃねえんだよ。ちょっとやめ、俺めっちゃ面白い。俺ダメ。シコシコ隊に入るにはすでにそれ相応のスキルが必要ですからね。入ってから学ばれたらこちらとしても困ります。最初からある程度できる人間が必要ですから。分かってますか。はい、さあ、じゃあ他に受けたい方いますか。それじゃあ自己紹介お願いします。社会人ドッグでございます。はい、おいくつでしょうか。30です。30、おお、今年で30です。多分ホラックさんと同い年。ああ、同い年。ああ、どうもです。はい、それでは、シコシコ隊に入りたい理由を教えてください。第2の三村豪的ポジションを目指しております。あ、要するにそのなんでシコシコ隊というより、そのサムラゴーチのように、いや、シコシコ隊の中でもアクセントになれるような感じで。ああ、そういうちょっとね、イレギュラー、シコシコでちょっとイレギュラー的な。そう、それでちょっと盛り上がったらいいなと。ああ、そういう、え、じゃあ、あの方は、あの人はサムラゴーチですけど、あなたはどういうことをやるつもりなんですか。はい、僕はあのスタップ細胞的な感じでいけるわ。どこら辺にスタップ、全然ちょっとスタップ細胞的要素が見当たらないんですけど、はい、どこら辺にスタップ細胞が、まあ、基本的にはないですね。ないですか。はい、基本的にはないですけど、これから見出せればいいかなって。今から、いや、今からちょっと、そうです、今、現時点で持ってないと、そうですね、じゃあ、分かりました、じゃあ、チャンス、皆さんにもう一度、あのさっき落ちた方ね、もう一度チャンスを。あげたいと思います。じゃあ一人一人一発ギャグやっていただいて、面白かった方シコシコ隊入れたいと思います。それでは最初の何さんでしたっけ。無理だ、何さん、
一人なんかいましたよね、名前忘れたけど、あれいなくなっちゃった、もう一人の。さっきの一番最初にいた方はもう消えましたよ諦めたんだ早いな、オフラインになりました。今の若い子は諦め早いね。じゃあタクさんから、じゃあタクさんから一発ギャグやってもらっていいですか。いいですか、じゃあ行きます。一発ギャグまで3、2、1、キュッ。あーマジか、待って、はい、すいません、はい、じゃあ、始末してください。はい、はーい殺処分です。はい、じゃあ、次の方、もう一人の方、ドックさん、お願いします。3、2、1、キュッ。ブーいや、いかんなー、物足りないなー、ちょっとそれでスタップ細胞とか言われてもなーはい、いいっすよ、もういいっす。はい、あ、じゃあ急振りいきます。3、2、1、キュッ。コンチコンチコンチコン、まあ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 、今までの中で一番マシでしたね。今までの中で一番マシすごいこと、血だらけになってるよこれ、すごいことになってる。 今までの中で一番マシでした。はい、じゃあ合格です。シコシコ隊入隊決定です。おめでとうございます。はい、合格です。ありがとうございます。よし、こういうことをやっていただけたらシコシコ隊入れますので、皆さんお願いしますね。さあ、それじゃあ僕の本家の爆笑ギャグお見せします。あーす、一発ギャグインテル入ってる。あ、ちょっとおいすげえ、ないタイミングありがとうございました